い、それじゃあ、在来取れたんで、録画。開始開始開始。はい。はい、チュンチュンチュン。ファースト最高16円。いや、上がったら教えて。上がってる。フラッシュに見るか。上から。いきます。当てました。はい。当てました。ありがとうございます。助かります。もうダメージ出るモ、ダメージ出るモルガナみたい。うんうん、モルガナもダメージ出るか。全部当てるやん俺スキル。全部当て TV やん。全部当て TV。 ザイラチャンネル、ザイラチャンネルです。どうも皆さん、止めに来そう。フックがない。こいつフラッシュ残って、うん、固い。待って、こいつルーンなんか入れてる。キル2秒。行きたい。お願いします。ナイス。任せろ。まだ F はライツ。オッケー。ナイス。ザイラ TV です。ザイラ TV のザイラだ。ザイラ TV です。皆さんどうもこんにちは。今日はザイラでレーンでキル取ってみたー。ザイラ TV そんな声なんかよ。ザイラ TV こんな声よ。ザイラ感ないな。 Twitch とかじゃない、それ。Twitch かな。 Twitch TV、 Twitch TV か、うん、モルガナ TV じゃない、これ。もしかしてこいつモルガナ TV。 え、こいつモルガナ TV だ。モルガナ TV のモルガナさんだ。え、 あのモルガナ TV のモルガナさんや。見た、会いたかったんだよな、モルガナ TV さん。うん、チャンネル登録者はね、25人。モルガナ TV、 みんなチャンネル登録してね、モルガナ TV。 概要欄貼っとく。うん、概要欄貼れるかな。モルガナ TV を。フックが10秒。はーい。うわ、来ました。まあまあまあ、一旦ね、電プッシュですよ。やばいやばい、CSTV が。まずいまずい。CSTV 全部落とした今。全部上がりました。ウルトもあるよ。おいっす。石の上。一発撃ってみるか。いい当たったらもうウルトよ。いや、ザイラ TV やん。ザイラ TV だ、ね。ザイラ TV チャンネルやん俺。いい当たったらもう死ぬんよ相手。うん。え、しかもね、これマジ見にくいと思う。あ、何打っとんこれ俺。ここに打っとんねん。ミッドルシアンって家どうなんだろう。アクションの方が強いよ多分。ミッドルシアン強いよ。あ、強いんだ。うん。え、ミッドルシアン TV これ。大会でも出る。ミッドルシアン TV のルシアンさん。ああ強い。あと200円で買えるから、買えるから、まだ入りたくない。3、2、1。ああ外してもた。待って、俺も外しても当たってる。まずい、まずすぎる。これまずい、これまずい。やばいやばい、全部外してもた。プレイ以外外してもた。まあまあまあ調整よ、ちょっとね、うん、やっぱパワーを感じたいから言い分で痛いんだよ。ビルド足りなかった。え、待って、これ俺何積まされてる俺。なんかビルドが。クラウンの素材だー。あー、最悪だー。インフラってできる、まあ、こいつ。インフラできるよ。オッケー。本家でもできるようになったんだよね。あ、ね、CS が取れねえな。まあ育ってはいますと。なんかお腹いる。どうするこれ。やばい、ミスった。うわー、フラッシュ先フックが下手すぎる。モルガナチャンネルだ。あ、やばい。ギリギリ。リーシン TV 来ない？
リーシン TV そろそろ来るか。ノック10秒。リーシン TV あまりにも見えない。おっと、かっこよすぎるかも。俺、あー、やれるか。うぃー。はい、ザイラ TV。ザイラ TV でーす。皆さん、こんにちは。いいフラッシュしてみた。好評発売中。これ発売してんの。なんか売ってんのかい。これ切ろうぜ。おい、アフロディーテギャング見えなすぎやった。間に合うかな。うん、頑張る。ことやね、頑張ることが、あー男のーいいんだわ、ま、取れた。でも終わりだ。取れたから、取れた。どうなん、取れたってことは取れた。おっと、頑張ってる。リーシンが育っております。リーシンな。でもワンコンですよ。ワンコンですよね。風伝仮面行こう。仮面急げー。急げ急げー。急げ急げー。おい、当てます、当てます、当てますねー、当てますよー。ザイラだよー。ザイラ TV だよー。すごくザイラ。うわ、下手じゃないね俺あんまり。うん、いいが、やっぱモルガナチャンネルのおかげでさ。いや、そうそうそう、仕上がってんだよ ね、 だよね。やっててよかった、モルガナエフィッシュ。でもね、こいつのね、マジね、いいね、見にくい、見にくい。なんか本家でも思う、やっててやられてて、ラックスと同じうずさはある。待てばよかった。ズネーシ足りるか。待って、痛すぎる。あー、あぶねー。いっぱいいっぱいいっぱい来てるー。あぶねー、完全に。まあ、DPS は確かに出るね。出る出る。これ見て、素材屋さん。でも、まあ、お金持ち TV やん、俺。そうだよ、めっちゃ座ってる。キャリーだよ。あなた、キャリーだ。私キャリーね。いや、チームのキャリー。いいだけでも確かに結構取れるな。ウェーブクリア早いんだよな。から割と早い。可能性を感じる。あとはリーシンチャンネルをどこで食い止めるかだけど。あ、ワンパン TV でしょ。ワンパン TV する。怖いな、なんかあのルシア。はい、こいつらはもう正味敵じゃない、うん、あ、仮面入る。はい、仮面いいよ。仮面入ったら結構惜しい。はっ、ここで行き過ぎるとまた拾われる。おるい、おるい。ダイラ TV、 ダイラ TV でーす。大丈夫かなあいつ。もう知らないよ、もう全然知らない。面倒見れません。あ、ルルに殺されてるやん。いいやん、ナイスナイスナイス。気合十分 TV やんこいつ。気合十分だ。気合チャンネルの気合いチャンネルだね、こいつ。で、いた。なんだあのボリビア、痛い。ワンコンできるな、本当に。ルルコミをワンパンしてんの結構すごいな。うん、ダメージ出るんだよね、マジで。うん、シンプルに痛い Q のあの、普通にモワッと出るやつ。また取られちゃう。え、ジャン TV？ ジャンチャンネル TV。 なんか帰るわ。あー、で、あれ取って欲しかったな。
今帰るの大丈夫くない？もう開くよ。カワードバディベイボーサイウィス。あーだ外した。いかついね、いいねー、かっこよすぎる。ホワイト強いね君。お、追われてる。待って、俺の位置が。ナイス、当て当てますよ、そりゃ当てますね。一瞬キック、キック1秒これでは。こっから、こっからが DPS の見せ所。こっからが DPS の見せ所。アフ外してもた。痛い痛い痛い。いやー食らっちまった。いいんだ俺今の。欲しい。マジでザイラキャリーのゲームだこれね。珍しい、こんなこともあるもんだ。そんなことあるんです。初プレイで初プレイで初プレイでキャリーをさせられる男。背負ってる今。背負ってます。おお強い。4コアあるとソロバロンできる。なんだって。できるよ。壁裏から。壁裏から。うん、ヒット裏から。バカじゃん。花が一生アグロ取るから。恋理心。なんでお前出るん。お前本当に愚か者が。何あいつら。びっくりした。ジンクスのフラッシュになりましたが、びっくりしすぎるわ。やってねこれ。ワンチャンね。やってる。やってんな。ナイスピール。やばい。あんた2秒。あんた2秒。いやでもピールはしてもらってる。取られてない。なんかいたー、最悪ー。こんなとこいたのか。頑張ろうみんな。うわ惜しい。いいあれだったけどな。オッケーオッケーオッケー。まあリシンが偉いね、ちゃんと狙ってきた。オリベアがまずすんごい来た。オリベアもすんごい。ダイラ TV お金持ってますよ。お金持ってます。いやでもなんかやっぱザイラだしな、待つのをやりたいよね。ザイラマジ待ちが強いからさ、ブッシュスネアからのウルチを。すごいなこのキャラ。7秒。ゴリがいない。ちょっと強気に行きますか。うお。いいね。もう、お、死んだ。嘘。モルガナのダブと合わさって。モルガナダブか。うん、いいね。いいね。なんか気づいたらダメージ出てるな、ね、本当に。うん、マジでそう。お、これは。いい。
なんかごついの後ろにいる。テグマ。フルタンクなんだよこいつ。あくそ。圧がある。ね、押しまくれる。とも良いです。ここで待っちゃいますか。やばい、サンドラ来たー。待っちゃいます。インファサンドラ待っちゃいますか。ポロと遊んできます。気絶させないと。骨。折らないんだ。もう捨てまくってる。味方チームがドラゴンを倒しました。帰りてえな、レッドキャップ入る俺この帰りたい2000ゴールあれまで行きてえなー。いや、俺溶けつまね、オーブまで行きてえ。モルガナみたいなとこはあるよ。まあちょっと遠距離まで飛んでくモルガナではあるよね。うん、攻撃特化のモルガナだとは思う。待ちてーってか待ちプレイして待ちたいですわ。どこかにどこだわ。ナイス取ったわ。青枠の次、ま、待てるぞこれ。待って、乗れなかった、ごめん。あれ来ると思った。俺のフォローうぜえな。なんか残してくれてた。分かってるんだやっぱ。うん。これ誰がキャリーかってことを。誰がキャリーか。キャリーなんでね。今は。通るまでついてるからな。早いんじゃね俺ら。めっちゃ早いだろ。ただリーシンだからな。あ、キック使った。待って、やっべ。どうなった？届いちゃった。これ倒しはしたけど。あ、さよなら。あー、いなくなってきた。待って、終わらせないで。本当にやめて。落ち着け、お前ら。終わっちゃうよ、これ。これ終わっちゃう、終わっちゃう。ジンクスにいい当てることしか考えてなかった今ヘルス。やめろやめろ、落ち着け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 。エルダー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 行こう。エルダー行こう。エルダーにしよう、エルダーに。ボリクマ、ボリクマ頑張れ。さすがに溶ける、さすがに溶ける。やっちまった、やっちまった。うわ、失敗しました。ボリクマ。でも3万7千か。まあまあでもこんなもんか。時間が短い。ちょっとね。いやでも悪くないな。いけるっしょ、多分。うん、悪くはない。なんかね、3がマジで、なんか、モーションなのかエフェクトなのか見にくいってのもあって。いや、本家もそうなんや、本当に。なんか避けにくいのよ、他のに比べて。見えないから。っていうのもあって、ぼちぼち当たるし、ヒルラインも広いし。悪くないかもしれない。けますね。ちなみに中国の勝率は？中国の勝率は？サポートの在来の 61%？ ダイヤモンド以下？ダイヤモンド以上？ダイヤモンド以上？ 62%？ 62% です。どうぞ。ありがとうございました。在来 TV でした。また次の動画で会おうぜ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。